アですね。ここまでの2本とソロが1本、確かに狙っていったようなスイングでした。緩いボールでタイミング狂わそうというところなんですが、食らいついていきます。結構タイミングの変え方変えてるんですよね。その機会がありませんでした。ニール・ワグナーという34歳。このフルスイングです。ヘルメットが落ちました。初球からヘルメットが落ちるほどのフルスイング。これもタイミングが狂わされました。うまくいきますよね。そうですよね。打率が4割を超えているというこの柳田です。すごいですよね。すごいですね。140キロのまっすぐバットが空を切ります。ヤクルトホークス一発が出れば一気に同点。そして4番の内川へと、その高めに来ましたけども、今度は打っていってファウルボールです。まあ、この今3球見てますけど徹底してますね。はい、岸の方もここまで3球ストレートです。強振です。これがあのフルスイングの柳田悠岐の姿。先頭バッターに3番フルスイング。高めの球もですね、あれがちょっと抜けすぎましたけど、そうですね、はい、初球フォークボールによって、この完全なね、カーブ、大きな空振り。ただこれも柳田の魅力の一つであります。